本日はご多忙の中、故人高畠康氏の葬儀にご参列いただきまして心よりお礼申し上げます。生前は格別のご厚情を賜りまして故人も感謝しておりました。代わって深くお礼を申し上げます。夫は人一倍健康には自信を持っておりましたが、今月7月24日急に倒れて市民病院に入院いたしました。意識はしっかりとしておりましたが、左下半身が不自由で、その上梅毒の後遺症が残り、さぞ辛かったことでしょう。家族交代で看病してまいりましたが、ついに病には勝てず、7月27日午前7時15分市民病院におきまして、享年51歳の生涯を閉じました。夫の生前中は大変お世話になり、皆様に本当に感謝しております。本日は温かくお見送りいただき、夫も大変喜んでいることでしょう。この場をお借りいたしましてお礼を申し上げます。これより先は手紙にしてまいりましたので、そちらを読ませていただきます。故人は51歳でございました。人生まだこれからという時に突然病に倒れ、短い一生を閉じることとなりました。結婚生活25年、出会ってから28年という年月が経ちました。喧嘩もしましたが、楽しい思い出もたくさんありました。何よりも亮と舞がこの世に誕生してくれたことは、私の人生の中で本当に幸せな出来事でした。康氏がいなければ2人の子供たちと出会えなかったのですから。私はいつも怒ってばっかりだったけど、康氏は私に文句を言ったり怒ったりしたことがありませんでした。今思えば康氏の優しさに甘えてわがままになっていたのかもしれません。リスナーと不倫したことを知った時は本当に落ち込みました。私が夜の営みを拒否していたことも原因なのかもしれませんが、だけど絶対にやってはいけないことです。これからは夫との思い出を胸に生きていきますと言いたいところですが、今後は私自身の人生を謳歌しようと思います。婚活をし、次のパートナーを見つけます。どうか天国から見守っていてください。今まで本当にありがとうございました。ゆっくりお休みください。綺麗な顔してね、寝しとるね。今までありがとう。やすしと出会ったのは22歳の時、今私も50歳。28年間、ちゅうか人生の半分以上やすしと共にしたんや。やすしとおるのはもうほんと十分。やすしのこと大嫌いで早く死んでほしいと思っとったけど、いざもうこんな早くに死んでしまうとやっぱり寂しいと思う気持ちがいっぱいあるげん。80歳までは一緒におるかなと思ったのに、こんな早く死ぬなんて思わんかった。あんたのおしめかわいんかったね。下の世は新ママ死んだね。なんかもうちょっと喧嘩して一緒におりたかったかな。次は娘の前からの手紙を読ませていただきます。どうぞ。じゃあ次、前の思いはパパに伝えるね。パパすごい白い顔になったね。真っ白いね。なんか肉も落ちてしまったね。うん、痩せ細ってしまった。うん、なあ親父、今全国に動画配信してるんやんぞ。あんたが死んだ後もさ、こうやってさ、動画の視聴者がみんなこうやって葬式に参列してくれてるのと一緒ね。だって昔から約束しとったよね、家族誰か死んだら絶対に動画にするって。そう、葬式動画撮るって。やっぱこれが YouTuber としての務めやって。親父も言っとったもんね、葬式絶対撮ってくれって。俺の動画、そう私も撮ってもいいし、ね、もう最後までエンターテインメントにしてくれって言っとったよ。見てみます。お父さんがこの世界からいなくなってしまったことが未だに信じられません。あんなに元気に言ってくれたのに、人の一生はこうもあっけないものなのかと今はただただ更新しています。でもこの当時を綴りながら、お父さんとの様々な思い出が蘇ってきて、この現実を実感しつつあります。私たちが幼い頃からずっと仕事で忙しかったお父さん、たまの休みには疲れた体を休ませることなくパチンコに行っていましたね。海や山にキャンプに連れて行ってくれなかったお父さんは博打ってばっかり、もう時効なので言いますが、毎日賭け麻雀キャバクラばっか行ってたね。でも大学受験の試験会場についてきてくれたり、優しかったお父さん、リビングでタバコ吸うお父さん、お父さんとの思い出が止めどなく溢れてます。50歳とまだまだ若かったね。したいこともたくさんあっただろうに、突然の入院は私たち以上にお父さん自身が辛かったと思います。時に頑固だったところもあるけど、仕事に家庭にいつも周りの人たちからも慕われていたのはお父さんの人徳そのものだと思います。お父さんは私たちの誇りです。これからは私たちがお母さんを守っていきます。でも若い私たちはまだまだ力不足です。だからこそ天国に行っても変わらず、お母さんを、そして私たち家族を見守っていてください。お父さん、これまで本当にありがとう。どうか安らかにお眠りください。舞より。ありがとうパパ。生きとる時って腹立つこといっぱいあったけど、いざもう一生会えんと思ったらやっぱすっごい悲しい。やすしって大事な人やってるなってよく分かった。死んだから分かるねんね、その人のありがたみって。パパとの思い出って一番何？そう、昔近くの遊園地に2人で遊びに行ってて、フィッシュランド。そう、フィッシュランド。なんで
で二人で行ったん？りょうは？わからん。なんで行ったのか忘れたけど、二人で行ってめっちゃ楽しかった記憶はある。今まで二人で一緒におって一番楽しかったなって思い出は何なの？一番良かったっていうのは、りょうと舞が生まれたことだけ。それ以外なんもないよ。本当にないねん。楽しかったこともない。ないないない。瀬戸内寂聴さんが言っとったけど、今まで付き合った男ってどうやったってなんか質問した人がおってんで、うん、そしたらどの男も大したことなかったって言っとってん。だから結局死ぬ時にはどの男も大したことなかったって。そんなことない。いや、分からんやん。結局大したことないかもしれん。それも今声は盲目やからそう見えとるだけであって、パパもその時はママにとったら最上級の人やって。全然。でも時間が経ったらなんかそうなっただけであって、本当は好きやったってことや。だから今ここで愛を伝えてあげて。さようなら。すっげえ綺麗な顔しとる。見てみ、この鼻とか目めっちゃ綺麗やんけや。もうなんか天国で多分よろしくやってるんかな、女の子たちと。天竺大来恩寺に行った時みたいな孫悟空みたいになってるやろな。なんか今思ったら女の人と不倫するぐらいどうやったやと思う。いっぱい遊べばよかってん。だって人生一度きりやよ。そう、やりたいことやればいいやん。そうや、何してもよかってんって。今から異世界転生するんや。異世界おじさんや。若い女の子引き連れて今頃遊んどる。北側にそっくりな多分不倫相手を見つけとる。人間って酷やよね。入れ替わったら全ての記憶がリセットされて、セーブデータが一からやり直し。じゃあ俺からお父さんに愛のこもったメッセージを読むね。俺は父親が大嫌いでした。遊んでもらった記憶もほとんどなく、ギャンブル、キャバクラばかり、よくわからない人でした。子供に無関心な人だと思っていました。昨晩父の遺品を整理していると、財布から父、母と私の小さい頃の写真が出てきました。ヨレヨレで色あせて、ずっと財布の中に入れてたんだと思います。俺も家庭を持って子供が生まれたら同じように家族の写真を財布に入れようと思います。よく考えれば俺自身も無口で家族サービスを良くする父親になれるとは思えませんが、もし結婚したら大切な家族を守らなければとの自覚はあります。もう直接本人には聞けませんが、きっと父もただ自分の大切な家族を守るために必死で働いていた、そう思います。途中で仕事辞めましたけど、人付き合いが下手な父がこのようなたくさんの人たちに見送られてとても喜んでいると思います。でも全然少ないね、人が。誰もなんで組織来てくれねえの。急やったからさ。誰も病気ってことも知らんし、いきなり病気になっていきなりおらん、この世から去ってしまって。急に亡くなったからさ、そんな参列しないって。そもそもパパって友達おらんくない？だいたい梅毒なんかで死ぬと思わんかったって。俺3日前指さして笑ってやってん、入院の時。どんな反応しとった？うん、笑っとったよ。だよね、だって、うん、まさかこんな病気で死ぬと思わんよね、お父さんだって。かゆいねんてって言っとったよ。よっしー、よっしー、もう早すぎるって。女とやる時も早かったけどさ。ソロでしたよね。ソロだったよな、お前。命までソロか、お前。お前右の鼻からさ、まあ、30本ぐらい鼻毛ボッと出るよ。あ、分かった、鼻こすするか。俺アメリカの手法好きやからさ、このまま死体を土の中埋めてやりたい気分。でも日本ではそれは許されてないから。法律的にダメな。ダメね、天皇陛下だけ。日本人でもさ、有名な名誉のある方は土葬されたりするんやけど。あ、死体のまま埋められるんすか。そうそうそう、まあ、だけど、まあ、こいつろくでなしやん、うん、絶対燃やした方がいいよ。全部燃やすね。不倫して俺のチャンネルも大炎上させてさ、お前も燃えてしまえ。あ、お母さんさ、このまま AV 出演したら。 AV？ あのね、最近ファンザでさ、ランキング見とったらさ、葬式帰りに NTR 立って。あのね、男ってね、喪服に燃えるの。でもこんなおばさん AV なんか出とらんて。いや、ここで寝とられるねんて。旦那がおらんくなったから寝とられる。ああ、未亡人ってモテるっていうもんね。そういうこと。義理の兄とかね。ちなみにあの社長も一発抜いたことありますよね、そっち系で。ある。あれだろ、あの家の前でやるんだよ、ここで。人としてダメじゃないですか。いや、でも義理の兄は自分のね、弟の前でするのが好きだった。俺見たやつじゃない？俺見たやつよ。背徳インモラル系が大好きなんですよね。そういうこと。視聴者さんも好きだよね。子供ばっかり見とるチャンネルなんで、そんなこと分かるはずないじゃない。君にも分かるはずだ。さあ、みんなもファンザへゴー。なあお父さん、もうお母さんも一人身やしさ、どんな男に寝取られようが何されようがどうでもいいやろ。だって私もだって独身やよ。ここからお経で個人の供養をさせていただきます。お坊さんどうぞお入りください。失礼します。お願いします。こんにちは、オリュアキヒロです。これはネタではなくて、僕は過去に僧侶になるために特別な資格は必要ないのですが、過去に僕はある宗派で修行をしていた過去があります。つまり厳しい修行を得て僧侶として認められる権利を持ってるってことですね。そうです。若い頃に。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。お父さん、あの夜絶対に元気にやってや。よむろじゅにらいむあふかしにこ。こんな日が来ると思わんかった。私やすしより早く死ぬかなと思っとって。パパもしかしたら前より長生きするんじゃないかなって思っとった。いやよね、いつもほら好きなことしかしとらんからストレスも何にもないやん、うん、だからサキさんが先に死にと思った。ストレスすごい溜まってたから。そうやろ。でこの人何もしなかったから絶対長生きすると思った。だって健康やったもん、うん。このお経聞いてさ、この人喜んどるかな。いやどうやろう、聞こえとるんかな。もしかしてそこら辺で見とるかも。そうやね、臨死体験ってあるやんけ。死んだ後にさ、上におるみたいな感じなことあるやん。そうそう、もしかしたらこの人自分の上でこうやって自分を覗いとるかもしれん、うん、うちらの姿も見とるかもしれん。この顔は覗いとる顔やな。やすしー
パパこの葬式明るくいかんけ親父もさ多分しんみりしてほしくないと思うパパってさしんみりするの嫌いやったよねそうそうそう多分これをエンターテインメントとして多分視聴者に届けたいという思いが多分この顔からは伝わってくるけどんな顔してどんな思いで今おるんかな今臨死体験してもしかしたらここにおらんと北側の上におるかもしれん北側っていうのは父が不倫した相手なんですけど4月にリスナーとフパコしたんですけどその北側と一緒におるかもしれんでも他の女の上行っとるかもしれんもうほらこの人秋少年で明美ちゃんとかいろいろおったやんああそう風俗嬢とかキャバ嬢とかこの人のお気に入りの人がおるからもしかしたらうちらの背後霊になっとるかもしれんよでもやぞこの人そのせいで梅毒になってんぞあそうか性病になったしねだからしゃあないもうお父さんのことをさちゃんとその幸せにしてあげるためにあの世で婚姻届さ書いてここに置いてあげんけえ婚姻届なんでいいねもうだって離婚届出しとらんげんでも結果的にお父さんは最終的には多分死ぬ前はお母さんのことが好きやったと思うげんでなんで婚姻届を出したもんお前だって一緒のパートナーに決めてさ俺と妹を産んだわけやんけ子作りしていやいやごめんやけどごめん離婚届出してここに入れていいじゃあどうぞ、うん、離婚届にするその婚姻届なんてなんで出さんのでも待って死ぬ間際さやすしがさきさんのここ掴んでたじゃんそうずっと腕使うとって病院で話したくないっていうことなんじゃないかなと思うねそうかもしれんすっごいもうさきさきって叫んで多分苦しかったのねずっと私の腕をずっと掴んどってんだから死んでも離れたくないっていう気持ち強かったんじゃないかなじゃあやっぱり離婚届出すわうんそうやなあそういうことお前葬式中に離婚届なんて出すなよ死んだ人よりも生きとる人の方が大事じゃないかそうやねそうや死んだ人の意思は分からんからお母さんの意思に任せるしかないそこでもエンタメだけどこれは不謹慎だよ結局出そうと思って市役所には出せんかったからあサキさんの気持ちの整理をつけたいってことねずっとオリオ・アキヒロさんがお経を読み上げてます、はい、もうちゃんとガチのお経を読んでますこれは本物です浄土真宗のガチのやつです親父元気なお前は絶対に今から供養してやるからなこれ正真正銘のガチの離婚届やよねあちゃんと名前書いてある高畑康高畑さきまあ死んでからはこれは受理されることはないけど私の心の整理としてこれを入れとくだけつまり康の保険金はがっぽりもらって離婚するのねそう親父ってすっげえヤニ柔道家やったやんタバコ好きやったやんタバコ吸わしてやらんけあいつさタバコ吸うくせに自分で買わなくてもらいタバコしかしないあもうタバコくれくれおじさんやんだっていつも社長に社長一本持てないですからてタバコねえっすかみたいな感じやそういつもそうやっただからあれってやっぱり自分で買ったことなかったと思う社長のタバコを持ってきましたなんで俺のタバコ持ってんだお前最後に社長のタバコあげましたいつもあげてたんじゃないですかこれ差し上げようこうやって喜んどるよタバコ線香タバコ線香バチ当たりかもしれませんが親父はタバコが好きだったんでメビウスのでそれ社長のもらいタバコをめちゃくちゃしてたすごいですこの線香素晴らしいお線香でしょ南側北側口が悪いすぐ DM ナンパ者に当たる七股して短血気とよく言うフラミジア淋病性病のデパートでも今はさきさんが好きだ堀明さん、はい、これなんすかこれお経ですけど、ね、これふざけてないですかいやお経ですけど、ね、やすしバージョンで作ってくれたのかなやすしバージョンありがとうございますありがとうございま す, いますこれエンタメ性持たせすぎやろこんなふざけていいんけ葬式って、まあ、でもお父さんは楽しい葬式にしてほしいって生前言っとったからねみんなこの親父の遺産分配どうするの遺産なんてないよ借金ぐらいしかないよ何言っとるもんどうぞお兄ちゃんもらってください借金いや借金の肩代わりしてくれる私が払ってかんの誰が返済するもんだからこの人の保険金を使って払うだけやよキスしてあげればいいああキスしてなんか私得あるえ分からんけどさ最後の口づけもう天国に行っとるけどキスしたらなんか変わるかも新しい AV かでもさなんか白雪姫もさ毒リンゴ食べて愛する人のキスで目覚めたっていうやんいやちょっと待って目覚めたらどうするんだよ生き返ったら嫌なのボケでさそういうもん言うもんじゃないよやすしさようならさあちゃんとチューして死体にキスやおーちゃんとキスしてますちゃんとキスしてますよこれはおーいいねどうですかいや、バンなの神聖な場やったねねなんか美しかったねそして親父は目覚めないよかったなんで私は何の音なんやあもしもしちょっとはいお葬式に今来てましてあこれね DM ナンパしてた安さんのはい受付になってますけれどもはいすいませんあの今日ねお亡くなりになりましてそちらのあのはい2時間後にまたかけてください。え坊さんしに来たんですよ真面目にやってください。あ遊びじゃねえんだよ。はいもちろんここで大炎上よこれ葬式やよ。ねここで本日頂戴しております朝殿のご披露を申し上げます。朝殿って何？だから朝殿っていうのはお参りに来れなかった人がちゃんと電報みたいに届けてくれる。お悔やみの電報メッセージってこと。そうここには参列できないけど電報で挨拶に来てる。ね本日は大変多数の朝殿をいただいておりますが時間の都合にて大変失礼ながら本文継承を省略し順不動にてお名前の読み上げをさせていただきます。コムドットヤマトさん
様。大和から来た。おい、そう。あんた知らせたもん。え、知る知らせた。そりゃ来るわな。え、大和から何て来てます？コムドット大和からの電報です。シャネルのモデルを切り裂き親父にしたかった。シャネル価値か。絶対無理やん、こんなシャネルだ。ほら見て、あっちゃんとかみんなほら今シャネルのモデルやってるやん。あー、あの香水のやつで、あれなんかいろいろ言われとるやん。で、俺的に思うけど、結果的にヤマトの手のひらに載せられとるやん。で、ネットの人たちがなぜかというと、あれでもうコムドットとシャネルの宣伝になってるやん。あれだけ私が持たせたら、そうや、そうね、あれを叩いてる人たちはヤマトの手のひらに載せられてる。で、 そのシャネルに、シャネルに推薦したかった、モデルにしたかったということですね。できんやろこの人。こいつの前シャネルつけても絶対チャンネルに見えるやん。チャンネルってなんすか。いや、シャネルチャンネルって見えるやん。こいつどっちかというと性病の薬の CM やった方がいいんじゃん。アクラミジアの夏は交換がかゆくなる。はい、続いての電報。ウーム株式会社会長鎌田和樹さん。私も不倫したから安志さんの気持ちは分かります。そんなこと電報に普通書かんでしょ。クラミジア。それではお経の供養が終わりました。ありがとうございました。え、ちょっと誰が来たんじゃない？なんかピンポン鳴ったよ。あ、俺行ってくるわ。誰かちゃんとお焼香に来てくれたんじゃない？親父あまりにも友達少なすぎじゃない？こんな葬式こもんな。お父さん、ヤスシの友達が来たんだけど。友達おったよ、あの人。すいません、ありがとうございます。何このいかついあんちゃん。失礼します。これ撮影しないといけないんで、ちょっとカメラだけ回させてもらっていいですか？すいません。はい。え、どういうヤッシのご友人ですか？個人的に金貸してて。マジで？借金しとった話を他人に、家族以外にも。え、ちなみにいくら？5万が4、5回。え、なんで5万も貸したんですか？パチンコ。いえ、結局博打ギャンブルや。最後までそうやって迷惑かけるんやね、家族。最低やこの男。どこに借金作ったらいいんて、女だけじゃないのかいね。お前友達来たと思ったら普通に借金の取り立てやんけ。こんな時で終わりへんやけど、はい、俺も安に個人的に30万貸してる。被害者の会やこれ。保険金だけで全然賄えんねんけど。いや、もう死んでしまったら無理やもん。出会いは何だったんすか、親父との出会い？はい、レジャランです。レジャランの源泉のパチンコ台で。あー、ごめん、死んでくれてよかった。これ以上生きとったらもっと借金かさんどってんよ。あー、確かに。お父さんが70歳まで生きとったらもっと倍の値段の借金。そうよ。ちなみに親父との裏エピソードとかあったりします？いろいろ女性何人か連れてたりはしてましたけど。マジですか？まあ、誰かは分からないですけどね。それ北川って人いました、その中に。北川？ああ、ちょっと問題になった人ですよね。そうなんですよ、この人の宮家なんですけど。はい、まあ呼んではいたけど、まあ死んじゃってるんであまり悪いことは言えないんで。あの、親父にチューしなくていいですか？親父にもちろんね。待ってました、オリューアキロです。ああ、どうでした？酸っぱい。すいません、20万お借りしました。ありがとうございました。ピンポンだったよ。本当だ。だから情報聞きつけてきてくれとるんじゃない？告別式みたいな感じやから。はい、どうぞどうぞ。あの人意外とお友達多かったんかな。すいません、わざわざありがとうございます。おい、お前女、え、お前女子高生やんけ。どうしたどうしたどうした？やすしとは、やすしとはどういったご関係ですか？お母さんと一緒ぐらいの年齢の人と女子高生。18年前よりやすしとお付き合いしておりました。はぁ、え、待って、隠し子か、もしかして。やすしと付き合っとったの、あなた？はい、やすしとと間の子供です。はぁ、待って、これやば。待って、兄弟ってこと？エンジョイ、義理の妹や俺の。やすしと作った子供ってことですか？そうです。米濃いでん、やば。いや、浮気いっぱいあったよ。隠し子までおってんよ。やすしと作った子供です。え、それお前これでも出していいの？世に出すっしょ、これは。出すの？事務所からストップ食らうかもしれんけど。不倫だけであれだけ炎上して、今度隠し子おったって言ったらもっと炎上せんか。私たちもやすし騙されたのね。普通に働いてる先で出会って、そこからも多分お酒飲まされたんでしょうね。で、予売です。北川と一緒やんか。北川パターンやのよ。お酒飲まして、その気にさせて、それからずっと関係続いてたっていうことですよね。じゃあ今までどうやって暮らしてたんですか？2人でシングルマザーで。でも毎日会いには来てくれますよ。え、毎日？18年前ぐらいずっと何年間か夜遅かっていつもで、夜ご飯いらんっていうこともよくあった。ガチ。え、毎日は多分3日に1回ぐらい行ってますよね。いや、毎日ですね。伏線回収されたね。え、ここで怖。これざわざわや。お金とかどうしてたんですか？養育費とか。毎月15万円。15万も渡しとった俺らに。ごめん、通帳なんか空っぽになっとったよ。やっぱそういうことか。私全部パチンコに使っとると思っとったよ。どっちの家族もね、中途半端にして不幸せにしとったわけよ、この男は。しかも人の金で。ちなみにお父さんどうやった？毎日学校を迎えに来てくれて、一緒にご飯も食べたりして。はいはいはい。やすしはりょうとかまゆ一回も学校も迎えに来てくれたこと行ったことないよね。ないです。だって夜ご飯だってほとんど一緒に食べてないよね。はい。それをこちらの家庭でやっとったってことや。なら離婚してそっち行けばよかったよ。浮気不倫、ダブル不倫や。やすしから万が一自分に何かあった時は息子の寮に伺ってくれって言われて。
量払ってかんのかじゃん。お前俺が何金払うようにこの人仕向けたってこと。お願いします。お金がない。ちょっと待って、1年にしたら180万円さきさん、さっき言ったように AV 行きましょう。お坊さんと AV。 AV 業界も厳しいんやって。で1本出ても多分50万ならないの。ならんすか。2本出ますか。2本出ても100万円。お母さんのこと安売りせんといてください。もういいって。そうしょうがない。葬式帰りの AV に出演するし。いやだって。もうもう、あんたそれでも息子か。いやもうそれしかねえって。なんで私が金で払わんの。俺かって言えないよ、こんなババアと寝るの。いやお前がやるんかい。やじゃあ前もするか。どういうこと。妹もの AV って意外と売れるやん。親子で出ればいいじゃん。あ、分かった。親子丼や。親子丼。最悪なチャンネルや。義理のお兄ちゃんとお姉ちゃんに会った感想は何ですか。すごく綺麗。こんなこと言われた初めて。めっちゃ綺麗。それではピアニカでお別れの曲を演奏したいと思います。やばない、それ組織で大丈夫なの。みゆです。みゆちゃん、最後にお父さんの顔拭いてあげて。パパはよく一緒にお風呂入ったね。ガチかよ。6歳まで。え、それスポンジで拭いてる顔。え、スポンジや。こう。え、スポンジ。冒涜じゃないけ、なんか道徳と倫理モラル全部可決してないうち、これ大丈夫。本当大炎上やこれ。いや、もともとそうやから。パパなんか俺泣けてきたなこれ。え、パパとどういう時間を過ごしました。ご飯を食べたり、テレビを見たり、優しいお父さんでした。でもお前らなんて一緒にご飯食べたくもないし、テレビも一緒に見たことないでしょ。全然ないね。ないね。やっちゃん、クラミジア映しやがって。映しやがって。ガチで最低やね。こいつ、方々にばらまきやがったらガチやったやん。映されました。でも治ったんですか。治ってないです。こいつ、あのクラミジア淋病になって今梅毒で亡くなったんですよ。お父さんに成仏してもらいたいやん。多分なんか怨念がまだこもってるかもしれんやん。これこれさんにリスナーと不倫したことさらされたやんけ、配信で。その配信流そうや。大物 YouTuber と大物 YouTuber のお父さんと関係があった方ですか。そうなんです。今配信中ですかね。え、まあとりあえず本当にお父さんと関係があったら証拠送ってくんない。桐崎英二とするんやったら分かるんですよ。供養されたかな。それでは皆さんは花をね、個人に添えて献花していただきまして、お別れのね、挨拶を一人一人していただきましょう。やすし、隠し子までおったんやね。最低やね、あんた。今までありがとう。火葬場で燃やして骨になってしまうと、これでもうこの人の体とはさようならや。なんかもうせいせいするね。多分スッキリすると思う。お父さん、今までありがとう。ムカつこ。来世はもっといいお父さんに生まれてきてください。お父さん、お前ヤマトからメッセージ来とったやんけ。あんたをシャネルのモデルに推薦したってよ。ヤマトはあんたと一回は会いたかったと思うぞ。親父さんと会いたいって言っとったもん。お前はオフパコしたけどさ、俺らを産んでくれたことは嬉しいことや。人間として生まれてよかった。俺も前もありがとう。このように産み落としてくれて。産んだの私やから。まあまあそうやけど。この親父に対して正直なこと言ってもらっていいですか。めんどくさいやつ。あのね、まず電話が長い。もう切るねっつってから30分平気で喋る。麻雀しながらチンコ書いてるからさ。一緒にいて恥ずかしいのよ。死ぬの早すぎだよ。そのミユって名前つけたの誰なんか。母さんです。こいつは作るの上手だけど育てるの嫌いなんだよ。無責任に子供作ってはもうあと投げやり。だからこいつは作る分が楽しいだけ、育てるのはもう知らないって感じ。 YSP やり捨てっぽいや。あなたに呼ばれされてからこの子を見ごもり、クラミジアを移され、散々な目にあったけどありがとう、ヤスさん。それじゃあ親父にパチンコの代金を貸し上げたお兄さん、どうぞ。あのね、レジャーなんで、とりあえず俺は薬運んだりしてたから。薬。あのクラミジアのね。あ、そう。あ、運搬作業してた。自分の名前じゃいけないから。あ、製薬会社の方ですか。いや違います。自分の名前じゃいけないから代わりに取りに行ったりとかしてたし。あ、こいつ恥ずかしかったっていう。恥ずかしいけど、まあ、ちょっとやっぱり有名だから。むごい男やなこいつ本当に。じゃあそろそろ出棺の時間になりますので、皆様何か個人のプレゼントとかね、手紙とかもしありましたら今入れてください。最後にちゃんと綺麗にお化粧してあげたいんや。確かに血色悪いからな。そうね。あ、ちゃんとこうやってメイクしてあげるんや。だんだん綺麗になってきたよ。新宿2丁目にいそうですよね。おばきゅうみたいなね。おばきゅう。てか教師のじゃない。もう今は彼女は。あ、違った。お母さんってなんでこんな人と結婚したん。あ、失敗したっつっとるもんね。こういう顔になりました。これででも火葬場入るってやばない。エロ本ここに入れとくわ。クラミジアでほら通うもんしたらかわいそうやん。あの世に行ってクラミジアの薬かけちゃいた。当たり前やん。結婚指輪もういらんから、次新しい人見つけて結婚指輪一緒に買うげん。これあんた優し持っていけばいいよ。あ、あと不倫相手の北川さんが前のベッドに忘れてった。え、このネックレスなんで忘れてった。なんか前のベッドの上でやたらしくってさ。あ、なるほど。そんな事実が。オリュー秋広としてあの生きていくんで、もうオルチューバー捨てるということでこれね。あ、なるほど、はい、鼻毛出とるやん。鼻毛出とる。鼻毛ちょっと綺麗にしてあげよう。はい、刺します。あ、刺しました。鼻毛出してね、あの上に行ったら彼女できんくなるやん。かわいそうやん、さすがに。3、2、1。
やったねやべ、死体から鼻毛が出てきた。綺麗になった。あ、綺麗になった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 。なんかこれやっただけでかっこよく見えるね。あいつの一番この世で好きなもの、このシーフードヌードルなんです。はい、優しい。絶対熱いだろ。俺が口開ける、俺が口開ける。絶対熱いって。うわー、熱い。やべやべやばい、これ熱くないよ、だって死んどるもん。死んでる、死んでる。ちょっとね、腐敗臭がすごいから、うん、ちょっと匂いしてきたね、夏場ってやっぱきついね。これで大丈夫。一人一人がこうやって焼香をして父と別れをすると。よくこんな人とさ、あのおせっせできたね。いや、もうちょっと若い時もしあったもん。あ、ほうなんや。それでは出棺でございます。火葬場に持っていくわけですね。はい、じゃあ蓋をね、閉めていただきまして。ありがとうパパ。ほんとバイバイ。バイバイ。またね。やすし、ありがとう。バイバイ。今までありがとう。じゃあ最後顔を覗いてみるか。わ、すごい顔してるこれ。ほら見て、もう完全に死体や。ありがとう。俺らを産んでくれてありがとう。バイバイ。ありがとう、やすし、楽しかったよ。あんたのおかげで苦しいこともあったけど、すっごい楽しい人生やって、ありがとう。名残惜しいとは思うんですけれどもね。閉めるね、みんな。もう見たくない。最後はよ、顔を見るの。もう見たくないです、もうね。二度と見たくないです。はい、もう閉めましょう。じゃあ皆さん持ってくださいね、行きましょうか。うわ、そういうみんなで持つわけですか。うわ、持った。みんなやったら軽いわ。あ、これで出棺されます。俺たちを作ってくれてありがとう、本当に。もう見たくない、見たくない。閉めて閉めて、もう。あ、閉める。あ、足元から行きました、足から。さあ、みんなで持ち上げてます。移動してます。絶対落とすなよ。社長、親父を運んでる感想どうすか。振りですか、これ。重たい。マジで重い。もうこのまま燃やしてしまいましょう。これ普通葬式の会社の人がやるんじゃないんですか。お前んち金ないじゃん、お前。家族葬だからですか。借金いっぱいこさらいでよ。そうですよ。さて、外に出ました。親父の死体を中に入れます、車に。この家族やばいよね、ちょっと。そっち曲がる。おー、詰めれた詰めれた詰めれた。やっしー、やすし、いつも仕事行きながらね、行ったって言って嘘ついて休んどった場所あったやろ。あの人、あの川辺が大好きね。あ、仕事サボってよく川辺でさ、サボっとったね。そう、あそこの場所行ってあげん、うん、よく思い出の場所に連れて行ってあげてから燃やすっていう。だから一回そこ寄ってほしいな。近いの。近い。あ、じゃあ行こう。それでは川に到着しました。え、親父は火葬場で燃やすんじゃなくて海に流すってこと。いや、一応ここで一回休んでもらおうかなと思って。だってやすしの大好きな場所やもん。仕事行かんくてサボっとった場所やから。俺ら慌てさせたやん、化粧とかしたりさ。多分あいつ忙しかったと思う。だから一日ここでゆっくりさせてもらってもいいかもしれない。あ、それいいね。氷もたっぷり入れたから。そうそう、これは休まなせよ。じゃあ親父、お前の大好きな場所着いたぞ、思い出の地に。じゃあ皆さんね、ちょっと重いんで頭の方。さあ見てください、4人も奇妙な家族です。今から一体何をするんだ君ら。ヤッシュの死体を持って。カオケダンスしてるんかお前ら。カオケダンスするん、ヤッシュの死体持って。やばいだろ、すごいな。これが4人も奇妙な家族です。もうこれ4人も奇妙な物語に出演できますよ。何でも動画にする家族。ヤスシ、今までありがとうね。ありがとうな。パパありがとう。ヤスシの大好きな場所でみんなでカオケダンスしとるよ。楽しいね。パパ、一緒に楽しい気持ちになれてよかったね。ヤスシの隠し家族の皆さんどうですか。死ぬの早い。早いね。早いね。借金された方どうですか。いや、金ありがとう、本当に。本当にですか。返してもらっただけで本当助かる。え、こんなに祝福できるんですか、あなたは。いや、とりあえず金返ってきた。あ、そうか。ヤッシー、ここで寝とったらしいんやんて。時間潰しとったらしいよ。その仕事サボったらここで時間潰しとったらしい。やべえ、見て、この棺桶持ちながらさ、通行人の人ら哀れみの目でこうやって見ていく。こうやって、一着します、お願いします。じゃあここで寝そべらせてあげんけ。親父が今寝転がってます。どうや、ほら、青空出とるよ。あいつでもここでブルーシート引いて寝とったやろ、あいつ。そう、これでね、成仏できると思います。今日は晴天でよかったね。なんか天気予報だったら雨やったから、すごい心配しとってん。でもヤスシって晴れ男やってんて。やっぱ最後まで天気もヤスシのために味方してくれたやと思うよ。あいつチンチンも晴れとったよ。そう、他は晴れ男。なんで晴れとった。パンパンに晴れとったよ。どれぐらいですか。なんかモスラみたいな。モスラ、カブトムシの幼虫。あ、そう、ちょうどそれくらいやった。ちょっとヤスシの顔見てみよう。あー、綺麗な顔して寝とるわ、メイク姿で。みんな見てこの顔。めっちゃお化けみたいな顔しとるやん。少子化対策にはもってこいの男でた。そうですね。じゃあ、ご出棺ということで。そうですね。何したのお前。生きてんだよ、おい。おい、おい、どういうこと。俺生きてんだよ。
体行きドッピーナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。ハクション。